年長いです、先週のルーディメンツは練習してますでしょうか、できるようになったでしょうか、そのルーディメンツをですねドラムセットに応用してみようと思います。今週のルーディメンツはこれです。はい、今週もルーディメンツをドラムセットに置き換えていこうと思うんですけども、今日のは今週は13連弾、はい、これはこうなりますけども、もう数えてるとはよく分かんなくなるんですけども、このフレーズじゃなくてもですね、僕はよく使うのはドラムセット、まあ、このセットだとセッティングだとタムが3つスネアが1個みたいな、でフレーズをこうタムを1個ずつ行くと3回は行く。例えば今のフレーズをここで、12になってますよね。3つずつこう2つずつ行くので、だから数えないでタムをダブルストロークで 3個行って、その後一発で行くと13になると、こういう数え方もできます。いろんなフレーズやるときに分からなくなったら置き換えていくと数えられるので、でこのパターンを3番にちょっと置き換えてやってみたいと思います。皆さんもいろいろ工夫していろんなパターンにルーズメンツを取り入れていってみてください。